ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、黒木屋宮崎総本家です。西立エリアの中心、交番前にある黒木屋宮崎総本家。大小さまざまなお座敷に人数に合わせた個室もあり、気軽に自慢の料理が楽しめます。ご紹介いただくのは酒井さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。酒井さん、こちらではどういったメニューを出していらっしゃるんですか？はい、黒木屋では地産地消をモットーに、宮崎の野菜、お魚、お肉を中心としたメニューでお料理を提供させていただいております。おすすめメニューを教えてください。はい、宮崎県産の黒毛和牛を使ったローストビーフです。赤身が本当に綺麗ですね。そうですね、はい、今回低温調理ということで、この60度っていう温度を、まあ、長時間保つことによって、このみずみずしさだとか食感とかを失わないように照らしていただきます。和牛の上品な甘み、赤身の美味しさがガツンとくる感じが贅沢だなと思います。低温調理をさせていただくことによって、まあ、甘みだとか旨味とかを凝縮させていただいていますので、噛むたびに溢れ出てきますもんね。そうですね、はい。黒木屋宮崎総本家のこびきブルーに合う一品は何ですか？はい、こちらのごまカンパチです。長谷川水産様から、まあ、極締めという特殊な技法を使っていただいて、1週間以上経ってもうまさが逃げないような、もう食べてみれば分かるという商品になっております。はあ、うわ、柔らかいですね。またこのごまだれのコクと香ばしさ合いますね。もう絶対に合うと思います。まっさりそうなんだけども、この特製のごまだれでもう濃厚なので。ではここでこびきブルーをロックでいただきます。はあ、美味しいですね。お客様にもよくこれ焼酎に合うねっていうふうにお声をいただきまして、まあ、ぜひこちらを最大だと思いまして、こちらの商品出していただきました。この宮崎で生まれたもの同士、ぜひ組み合わせていただきたいですね。はい、ぜひお召し上がりいただきたいと思ってます。皆さんも黒木屋宮崎総本家の地産地消のお料理、ぜひご賞味ください。では酒井さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。黒木屋宮崎総本家で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRP 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は恵比寿通り沿い立花通り交番前です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。